2023年夏、王の座をかけた熱い戦いが今始まる。司会は桜学と書いて桜学です。ダオリンです。よろしくお願いします。この夏初めて開催される桜学王決定戦、小学生が桜学クイズに挑戦する桜市広報番組30周年記念の特別企画だ。予選から始まって決勝前半戦、そして後半戦の様子を3週にわたって放送。どんな戦いが繰り広げられるのかワクワクするな。予選にはなんと13チームが参加してくれたんだ。みんなありがとう。予選では桜学テスト、丸バツクイズを行い、その合計点を競います。決勝戦に進めるのは上位3チーム。果たしてどのチームが勝ち進むのでしょうか。じゃあ行きます。それでは始め。ちなみに問題はこんな感じ。かなりの難問もあるんだ。桜学とは桜の歴史、自然、文化、ゆかりの人物について学ぶこと。市内の小中学校の授業に取り入れられています。また歴史や文化だけでなく、今さくらで起こっている出来事なども桜学の一つなんですよ。子どもも大人も学べる身近な学問なんだ。5、4、3、2、1。それまで。問題難しかったですか？難しかったです、ね、事前に勉強とかしました？学校で少し資料読みました。自信は？あまりないです。あまりないですか。次丸罰ゲームでもまだ挽回できますから頑張ってくださいね。どう？勉強できましたか？テストはできましたか？C 級の問題が出てきたので結構できました。あ、C 級っていうのは桜学検定の？自信は？少しあります。少しあります。いいね。まだまだね。でもこれからまだみんなにチャンスがありますからね。ここだけじゃないからね。3人の合計だからね。ここで中間発表です。1位と2位はたった2点差。3位以降も接戦だ。予選から決勝に進めるのは上位3チームだけ。次の丸バツクイズで勝負が決まる。ちなみに個人の最高得点は院南 KHY のゆうきくん、50点満点中44点。すごいぞ。問題を聞いてから僕が丸か×か、それを言ってから、それを合図にして丸か×に移動してください。じゃあみんな準備はいいかな？よし、じゃあ第1問いってみよう。おなじみ桜市の広報キャラクター
尻破り猫は男の子である、丸か×か。さあこの問題、答えは丸か×か。おっと、みんな丸。じっくり考えて、まだ時間はあるよ。さあよく考えて、丸か×か、3人一緒に動いてね。あと10秒。8 7 6 5 4 3 2 1。はい、正解は丸。全員正解だ。のんびりだけど達観している友達思いな男の子です。じゃあ次の問題、サオリンお願いします。問題、佐倉市では1971年、昭和46年に市の木と花を定めています。市の木は桜ですが、桜市の花は菖蒲である、丸か×か。さあみんなしっかり聞いたかな。桜市の木は桜、花は菖蒲。さあこの問題、丸か×か。移動して。はい、ではこの問題、答えは正解は×。市の花は花菖蒲です。実は菖蒲は里芋か、花菖蒲はあやめかで、それぞれ全く別の植物なんですよ。問題、現在さくら城址公園の本丸跡には天守閣の建物は残っていません。それは1873年明治6年に旧陸軍の連隊を設置するときに壊されたためである、丸か×か。さあみんな悩ましい問題だよね。難しいね。さくらの歴史を深く知ってるかどうかだ。4 3 2 1。それまで。なんで丸だと思いました？なんか聞いたことある気がした気がしました。聞いたことある気がした気がする。オッケー、なんとなくだけど分かったよ、伝わってきた。正解はサオリンお願いします。正解は×。××でした。桜城の天守閣は1813年文化10年に盗賊が起こした火事により焼けてしまったと伝えられています。その後は再建されず明治時代になりました。1873年明治6年に陸軍により取り壊されたのは道矢倉や大手門などの建物でした。問題、さくらふるさと広場のシンボル、オランダ風車リーフで、この方の風車のもともとの使い道は小麦粉を作るための粉引きである、丸か×か。難しい問題だね。よく考えて。ここで順位が変わるかもしれない、変わらないかもしれない。悩んで悩んで、お、みんな意外に動かない。丸、×、もうみんな答えは決まってるのかな。みんなよく知ってるよね、サオリン。そうですね。びっくりするぐらい物知りで僕驚いたよ。
さあ、3、2、1。はい、そこまで。チームミッキーのベルちゃん、はい、どうでしょう。答え、どうしてこの2つを選んだんですか。オランダと交流を深めるために置いたんだと思います。なるほどね。来た、俺ら天才ゴリラ2来ましたね。自信ありますか。はい。じゃあその丸にした理由を教えてください。お花が植えてあったところにお米とかが植えてあったかもしれないか。なるほどね。お米とかも植えてあったから粉引きで使ってたんじゃないか。正解は×。×なんてことだ。×なんだ。リーフレはオランダ語で友愛という意味で、1994年平成6年に本格的な水汲み風車として建設されました。もともとの使い道は、小麦粉を作るために粉を引くのではなく、水を汲むためのものでした。丸バツクイズが終了したところで、得点の集計作業に入ります。お待たせしました。それでは1位通過チーム発表します。予選第1位放送委員会、おめでとうございます。おめでとうございます。総合得点160点で予選トップ通過です。一人ずつじゃあ簡単に感想を聞かせてください。お名前お願いします。クラゲティ。はい、感想を聞かせてください。みんなに向かって。1位通過できると思ってなかったので嬉しいです。はい、はい、じゃあお名前と感想お願いします。ニャオです。あまり自信なかったので1位通過できると思いませんです。はい、じゃあお名前と感想お願いします。マックです。はい、みんなが予定が合う日に集まって勉強した成果が出たなと思います。しっかり勉強してたんですね。見事にその結果が出て第1位おめでとうございます。第2位は院南 KHY、 おめでとうございます。総合得点157点で予選2位通過です。勉強した成果が、おめでとう。はい、お願いします。ゆうきくんです。テストでも最高得点取れて決勝には行けて嬉しかったです。やったね。うん、はい、では感想とお名前と感想お願いします。ハルトくんです。不安だったけど2位になれてよかったなと思いました。予選通過第3位発表します。フラワー、おめでとうございます。おめでとうございます。総合得点135点で予選3位通過です。それでは前に来てください。予選を通過できると思ってなかったのですごく嬉しいです。はい、ありがとう。りーちゃんです。最初1位と2位発表された時、あ、これボロボロだなって思ったんですけど予選通過できてよかったです。は
ルちゃんです。すごくさくらのことを知れて勉強になりました。はい、では予選通過した3チーム改めておめでとうございます。おめでとうございます。惜しくもね、予選通過ならなかった他のみんなチームね、頑張ってくれました。みんなにも心からありがとう言います。ありがとう、みんな頑張ってくれました。ありがとう。予選敗退となってしまいましたが、はい、感想を聞かせてくれるかな、はい、チーム名と名前からお願いします。サクップの、ひじきです。ひじき、どうだった今日は。予選敗退して残念でしたけど、まあ来年もできたらやってみようかなと思います。一応頑張ったので、まあ一応、まあ良かったね。いいと思います。多分5点は取れてる負けちゃったけど、少し桜学の勉強はしてたから、また挑戦して優勝して次は頑張るぞ。今日桜学校決定戦、お子さんたちが頑張ってる姿見ていかがでしたか。ちょっと感動しましたね。最後の方とかっていうぐらい頑張ってくれたし、本当事前に子どもたちで勉強会をしようって決めてやって、その結果が出たのがすごく嬉しいです。すごい、ね、よかったですね。もうどうですか、見ててご覧になって。そうですね、なんか最近コロナでこういうのが見れなかったので、子どもたちがこう一緒に喜んだりてる姿が見れたのがすごく嬉しいなと思います。予選から熱い戦いが繰り広げられた桜学を決定戦。次なる戦いの舞台は、かつて侍が住んでいた武家屋敷。決勝戦もお楽しみに。